お願いします。え、待って、乾さんじゃん。え、何、家だってこと？それ、久しぶりってことよ。ロリス、ロリス、久しぶり。おいさ、元気してた？いや、じゃあもう今日頑張っていこう。いいよ、頑張ろう頑張ろう、私たち3人。え、最近無職になったってマジ？ 結構痛いとこついてくんだ、めたち。え、だってなんか、ツイッターでお知らせみたいなやってたよね。そう、もう本当バリ無職。いや、バリの発音やば、バキみたいじゃん。バリ無職。そうなのよね。そうなんだ。マジで暇じゃない？ニートの先輩としてどうなの？めたちなんか私に教えてくんない？え、えぐい暇。もう、一日何やっていいのかわかんない。半日寝てる。 あの、いや、うちバルキリーやる。バルキリー使える？大丈夫大丈夫。ちょっとみんなけど使える？たまに生え落とし、生えた時みたいなされるかもしれないけど。さっきあのね、なんか、私のチーム、自信満々にバルキリーピックした人がいて、最終ランチ付近でウルトで飛んで、これね、違う。任せてください。強いないよって言ったんだ。強い。任せてください。これなんか、そうねね。なんか、 すごいオタクっぽいでああ、でもオタクっぽい人か。でも、いっぱいいるからな。もう、それはどういうことでござるか、人のとの。それは、オタクっぽいというのは。拙者にバルキリーを任せていただければ、アンティガイムーブなど可能。簡単に攻略が可能なのです。はい。頼むって言ってたな。では、メタボンに。 バズってるよ。誇張しすぎじゃない？ちょっとさすがに。最近カスタムのアンティが変わったと有名ですが、アンティ街にいたらもうそんなの関係ない。ないやがら。ブスブスなんだよ。ニードのな、ギャルになりきらないのそういうとこ。うん、そういうとこ。わかる？え、ちょっと、私ギャルっていまいちわかんなくて、なんか、私ギャルやろうとすると、なんか、 なんか違う。なんか違う。おめえって言われちゃって。私のこと、おめえ扱いしたい。いやね。女ってやっぱそういうとこが苦手だわ。あ、出ました。すぐ女とか男とか、人間の友達の人いますよね。別にそれ女だから男だからっていうことじゃなくて、人それぞれ個性があって、その中で、うまくコミュニケーション取ってるわけ。突っ込むとこそこじゃないのよ。自分が女になってる件については何も突っ込まないのか。本当に早く、はい、見てもらっていい？これだから男の人って。安全確認しようよ。 ね、2倍スコープ、え、もう痛い、殴らないで、やめてよ。痛い。ね、ちょっと、おい、痛い、やめて。みんなで痛い、やめて。走ってるから。殴ってる方も言ってんだよ。逆にね。なんかあんま弱くね、ひなのちゃん。 いや、でもそれひなのどのだけだからな。確かに。ひなのどの。